あなたはどの力士が最強だと思いますか？日本の国技とも称されている人気スポーツ、相撲。大相撲の歴史は極めて古く、興行として成り立ったのは江戸時代とも言われています。そんな長い歴史ある大相撲の世界では、数多くの最強力士が誕生しました。最強力士の称号でもある横綱になれば、年収は1億円を超えると言われています。そこで今回は、あまりにも強すぎた歴代最強力士ランキングトップ10を紹介します。外国人力士初の横綱であり、優勝11回を誇る力士、曙太郎。身長204センチメートルと体重233キログラムの体格を生かし、強烈な喉輪と、突っ張りで強敵をなぎ倒します。平成4年初場所、12勝2敗で迎えた千秋楽。対戦相手は、後の三代目若乃花こと若花だ。曙は長身を生かした長いリーチで強烈な喉輪を刺し、若花田を一蹴、悲願の初優勝を果たします。優勝後は大関に昇進、7月場所は休場になりましたが、11月場所には自身2度目の優勝を果たします。さらに翌年1月場所には初の連覇を達成し、ついに外国人力士初となる横綱昇進を決めました。横綱になってからもその強さは衰えません。平成5年7月場所から11月場所で3連覇を達成し、翌年3月場所は12勝3敗の成績で優勝を果たします。その後は、怪我による休場が増えましたが、最終的には優勝11回、準優勝13回で現役引退。引退後はプロレスラーや総合格闘家、タレントなど多岐にわたり活躍の場を広げています。NHK の大相撲中継をよく見る方にとっては、もしかしたら馴染みのある名前かもしれません。相撲解説者である元小結舞の海秀平とのやり取りが毎回面白いと話題である北の富士勝昭。実は彼も往年の大横綱であり、通算成績786勝を誇る最強力士の一人です。昭和38年11月場所、西十両5枚目で全勝優勝。翌場所では新入幕を果たし、さらに13勝2敗という好成績を残します。これは新入幕力士として最多勝利数であり、敢闘賞を受賞しました。同年3月場所には小結へ、そして同年7月場所には関脇に昇進。順調にキャリアを運んでいきます。昭和41年9月には大関に昇進し、その翌年3月場所では初優勝を達成します。昭和44年11月場所と翌年1月場所で自身初の連覇を達成し、横綱に昇進。3度の全勝優勝を含む10度の優勝を成し遂げます。引退後は12代目九重を襲名、井筒部屋と合同させる形で九重部屋を継承しました。日本相撲協会を退職後、前述の通り NHK の相撲解説者として人気を博します。現在はもう80歳となった北の富士ですが、解説者として今後の活躍に期待したいです。ハワイ出身最強力士といえば、曙の他にも武蔵丸を忘れてはいけません。彼は小学校からアメリカンフットボールを始め、大学から勧誘されるほどの逸材だったようです。アメフトを引退してからは大相撲入りの勧誘を受け、武蔵川部屋に入門しました。幕下で順調に勝ち星を重ね、すぐに入幕。ベンチプレスは250キログラムを持ち上げる怪力で、土俵際まで対戦相手を吹っ飛ばすこともありました。外国人特有の大きい体を生かした相撲で、すぐに三役に上り詰めます。そして大関として迎えた平成6年7月場所では、15戦全勝で初優勝を果たしました。外国出身力士で全勝と初優勝を同時に果たしたのは、武蔵丸が初めて達成した快挙であります。引退するまでに幕内での勝利数は706勝、優勝回数は通算で12回を誇ります。この2つの記録は外国出身力士として当時では1位の記録を保持していました。また14年間で通算連続勝ち越し55場所は歴代1位であり、未だに破られていない記録です。現役を引退後は第15代武蔵川親方を継承、部屋を設立し後進の育成に勤しんでいます。昭和28年5月26日夏場所初日、この日から NHK による大相撲中継が始まりました。
大相撲の歴史的な一日でありますが、偶然にも同日、後の大横綱が北海道で生誕しました。それが北の湖俊光であります。北の湖は若くして相撲の才能を発揮します。13歳で大相撲の世界に飛び込み、14歳で序二段7戦全勝という好成績を収めました。さらに15歳で幕下に昇進します。これは未だに破られていない最年少記録です。しかも21歳2ヶ月で横綱に昇進しますが、こちらも未だに破られていない史上最年少記録です。北の湖は圧倒的な強さとふてぶてしい土俵態度から憎らしいほど強いと皮肉を言われていました。例えば取り組み後倒れた相手が起き上がるとき、北の湖が相手に手を貸すことはありません。このような態度が傲慢と言われていました。北の湖本人はこの行動の理由について、相手に失礼、同情をかけられたようでかわいそうでしょう、負けたときに相手から手を貸されたら屈辱だと思う、だから自分も相手に手を貸すことはしない、と述べていました。通算勝ち数は951勝、優勝回数は24回。大横綱にふさわしい成績を収め、間違いなく最強力士の一人であると言えるでしょう。モンゴル出身力士のパイオニアといえば、誰もが朝青龍であるというに違いありません。15歳でモンゴル相撲を始め、頭角を現します。モンゴルにおける国民行事であるナーダムの少年相撲の部で優勝をします。来日後は明徳義塾高校に相撲留学し、高校を中退後に大相撲の世界に入ります。平成14年11月に14勝1敗で初優勝、モンゴル人力士として初の快挙を成し遂げます。さらに翌場所も優勝し、大関の地位で2場所連続優勝を達成。場所後に行われた横綱審議委員会では満場一致で横綱へと昇進します。初土俵から25場所での横綱昇進は年6場所制になってからでは最速記録です。最終的には引退するまでに合計44場所のうち半分以上である25場所で優勝をしました。朝青龍は史上最強の力士であると同時に、問題行動もよく取り上げられ注目を集めました。巡業を休んでモンゴルに帰国しサッカーをする。取り組み後、すれ違いざまに肩がぶつかり相手を睨みつける。曲げをつかみ、史上初となる横綱の反則負け。最終的には酒に酔い一般人を暴行してしまい、引退を余儀なくされてしまいました。非常に残念な形での引退となってしまいましたが、最強力士であることに異を唱える者はいないでしょう。戦前の最強力士といえば、さまざまな名前が挙がりますが、双葉山はその筆頭と呼べるべき存在でしょう。双葉山は1912年に大分県で生まれます。5歳の時に右目を負傷し、半失明状態になります。しかし、双葉山の強さは片目が見えないくらいではハンデにならなかったようです。特に昭和11年1月場所の7日目からは、大相撲の歴史に残る記録のスタートになりました。双葉山は連勝街道に乗り、3年間無敗の記録を作ります。3年間に積み上げた連勝は69。この69連勝という連勝記録は未だに破られていない歴代最高の連勝記録です。双葉山の連勝記録が伸びていくとともに、世間の注目はどんどん高まります。双葉山よ破れるな、双葉山を破れという相矛盾する流行語まで生まれたそうです。仮に今の時代に双葉山がいたとしたら、ものすごい記録が生まれていたかもしれません。ちなみに戦前は1場所で11日間の取り組み数でした。しかし双葉山の人気が凄まじすぎたため、1場所を13日に増やしたという逸話もあります。人気が衰えないことから2年後は15日に増やされ、現在の日数で取り組みが行われています。大相撲の新しい歴史を作った最強力士とも言えるべき伝説の力士でしょう。父は貴乃花俊明、兄は三代目若乃花、叔父は初代若乃花と相撲一家で育った貴乃花浩二。17歳8ヶ月という若さで新入幕。兄、三代目若乃花と弟、貴乃花の活躍は世間を賑わせ、若貴フィーバーというブームを巻き起こしました。平成4年1月場所では14勝1敗の成績を上げ、19歳5ヶ月という若さで初優勝。大関に昇進してからも常に優勝争いに加わり、
平成6年9月場所と11月場所で連覇を達成。しかも2場所とも全勝優勝という記録を作ります。ちなみに大関での2場所連続優勝は双葉山以来の快挙でした。場所後の横綱審議委員会ではわずか10分の審議で横綱に昇進。新横綱で迎えた平成7年初場所、連勝は止まりますが、千秋楽で武蔵丸との優勝決定戦を制し3連覇を達成。その後も何度も優勝争いの常連となり、最終的には22回の優勝を遂げます。特に皆さんが記憶に残っている優勝は間違いなく平成13年5月場所でしょう。14日目の取り組みで右膝半月板を損傷する大怪我をし、誰もが休場をすると予測していました。しかし周囲の反対を押し切り、千秋楽に強行出場。結びの一番で武蔵丸と対戦するも敗退、武蔵丸と相星になり優勝決定戦となりました。結果は誰が見ても武蔵丸の圧勝と予測されましたが、貴乃花は大方の予想を覆す奇跡を起こします。豪快な上手投げで武蔵丸に土をつけ、優勝決定戦に勝利。痛みに耐えてよく頑張った、感動した、おめでとう。小泉総理の興奮したこのセリフは記憶に新しいです。勝利を決めた直後の鬼の形相は大相撲の歴史に残る語り草となっています。大砲ほど戦後の高度経済成長期に子供たちのヒーローになった力士は存在しません。その証に巨人、大砲、卵焼きという非常に有名な流行語もありました。これは当時の子供たちが好きなもの3つであり、王貞治レベルの人気を博していたそうです。当然ながら相撲の実力もとてつもないものでした。対横綱戦勝利数は43回と歴代1位、年間最多勝は6回で歴代3位、横綱在位場所数は58場所で歴代4位、生涯通算成績は872勝を挙げ、1場所あたりの平均勝ち数は 12.41 勝、勝率は 82.7% にも上り、連勝は20勝以上が9回、30連勝以上を4回記録、最高連勝記録は45回に上ります。優勝は32回と引退当時は最多優勝記録でした。入幕から引退までの12年間で必ず1回は優勝する安定的な強さを誇っていました。このような驚異的な記録を打ち出すことから昭和の大横綱とも称されました。そんな昭和の大横綱は残念ながら平成25年に心室頻迫のため72歳で逝去。同じ時代に世の中に出て光栄だったと生前から親友関係だった王貞治氏は述べています。没後には生前の輝かしい栄光と活躍を称え、国民栄誉賞を受賞しました。現在、孫の王鵬が関取で活躍しており、大鵬の魂を引き継いでいます。現代の大相撲を語る上で、白鵬を知らない人はいないと断言できます。同じモンゴル出身力士の朝青龍とはライバルであり、2人の対決に日本中が沸いたことも多々ありました。白鵬の父親はレスリング選手であり、メキシコ五輪で銅メダルを獲得した国民的英雄でした。そんな英雄の血を受け継ぐ白鵬はモンゴルだけでなく日本でも英雄になります。白鵬の記録は歴代1位のオンパレードです。優勝回数は45回、うち全勝優勝は16回、幕内勝ち数は1093勝で通算勝ち数では1187勝、横綱在位は84場所を数えます。これらの記録は全て歴代1位の記録であり、ギネス世界記録に認定されています。その他にも多くの記録を作ります。年間最多全勝優勝場所は4場所で歴代1位、史上唯一の幕内戦勝を達成、最高連勝記録は63勝で歴代2位、年間80勝以上は4回達成し歴代1位、ちなみに年間80勝以上は2年連続を2回達成。これは白鵬のみが達成した記録です。幕内で14勝以上勝利をした場所数は39場所で、これも歴代1位。これらは白鵬が所持している記録のほんの一部です。現在は引退し、間垣を経て宮城の親方を襲名。親方として部屋に所属する力士を指導し、後世の育成に尽力しています。歴代最強力士といえば誰と100人に聞けば、100人皆が同じ答えを返すに違いありません。
北海道からは数多くの最強力士が誕生していますが、千代の富士はその筆頭とも言えるべき存在でしょう。千代の富士は様々な作品のモデルになることも多く、広く国民に愛された力士であります。力士といえば太っているイメージが強いと思いますが、千代の富士は体脂肪率 10% 台の筋肉質力士でした。肩の脱臼癖を克服するために筋トレをして筋肉の鎧をつけたと言われています。土俵上で立ち合い時に相手を睨む鋭い眼光はウルフというニックネームにぴったりでした。昭和56年初場所では優勝決定戦で横綱北の湖を撃破。初優勝した時の平均視聴率は 52.2% を記録し、瞬間最高視聴率は 65.3% に達しました。これらは大相撲のテレビ中継史上最高視聴率であり、現在も破られていない最高記録です。ちなみにテレビ歴代視聴率ランキングでも32位にランクインしています。通算優勝回数は31回で、通算勝利数は1045勝、最高連勝記録は53回を記録。記録はもちろんのこと、記憶にも残る最強力士です。これらの活躍から大相撲で初の国民栄誉賞を受賞。現役時代に受賞したのは千代の富士だけの快挙です。引退後は九重親方となり、後世の育成に力を注ぎ、千代大海や千代大龍、千代の国らを育て上げました。しかし平成28年に膵臓がんで61歳の若さで逝去。国民的英雄の死に日本中が悲しみに包まれました。この先千代の富士を超える最強力士は現れるのか、千代の富士も天国で楽しみにしていると思います。というわけで今回はあまりにも強すぎた歴代力士ランキングトップ10を紹介しました。今後も大相撲のエピソードなどを投稿していくので、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。